うでしょうか。綺麗にやりましたよね。今回は洗面ボール周りについた気になる水垢を落としていこうかなと思っております。蛇口のここの上のところに水垢ついてますけれども、レバーについた水垢、はい、ここです。白い水垢が見えますよね。洗面ボールの線ですね、ここに水垢がついてますね。これが一番頑固だと思いますね。まず最初にこの蛇口とレバーの水垢をこちら超人たわし Z で落としていこうかなと思います。少し水をつけまして、で磨いていきます。ではペーパーで拭き上げます。続きまして、この蛇口の水が出るところの水垢を落としていきます。モテインカズやキッチン用を使って落としていこうと思います。振りまして、超人たわし Z に少しつけまして、これで磨いて落としていきますね。では最後にこの線の水垢ですね、樹脂メッキだと思うんですよね。使う洗剤は先ほど使ったモテインカズやキッチン用なんですけれども、ラップを使います。ラップを長めにカットしまして、小さく畳んでいきます。このラップたわしでこすっていきます。綺麗になりましたね。一発で綺麗になりました。ティッシュで空拭きします。ちょっと残っていますね。ここ追加で磨いていきます。綺麗になりましたね。はい。ではこの蛇口も先ほど汚れてしまいましたので引き上げまして、どうでしょうか。綺麗にやりましたよね。そして裏の水が出るところ、ちょっとは残ったりもしてますけれど、レバーの方もお見せしますね。こんな感じで綺麗になりました。ということで今回は洗面ボール周りの気になる水垢を落としてみましたが、いかがでしたでしょうか。本当であればひどくなる前にクエン酸とか生ハゲお風呂用のような酸性洗剤を使って落とすのがいいと思います。ちなみにキッチン用も普通のモテニカズヤもそうなんですけれども、ただ研磨剤の働きで水垢を落とすということではなくて、ここにマゼルナ危険酸性タイプとか書いてますけれども、酸の働きも加えて水垢を落とすのでよく効くんですよね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。